競馬ファンの皆様、こんにちは。こんにちは。競馬ウォーク TM トークです。今回は9月29日日曜日に中山競馬場で行われます第53回スプリンターズステークスの展望をお送りいたします。解説は競馬ブック旧車出題班、グリーンチャンネル、トラックマン TV、また中央競馬全レース中継のパドック解説でもおなじみの林重則トラックマンです。林です、よろしくお願いします。そして進行は私、研究ニュース、藤原でお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。さあ、秋の JRA の G1 第1弾スプリンターズステークス、林さん、1999年までは、まあ、ご記憶の方も多いと思うんですが、暮れの12月にこのレース行われておりましてね、まあ、独特のこう風情がありましたよね。あ、なるほどなるほど、師走の、はい、まあ、いろいろ名勝負がありましたよ。ありましたね、まあ、その桜爆心王の連覇、あれがね、今も目に焼き付いてますよね、あれしっかり追ってたらね、6秒台出てたんじゃないかと。あ、なるほどなるほど、ね、時計も縮められたんじゃないかと、まあ、といった感じの競馬でした、ね。まあ、僕個人的にはね、はいはい、ヤマニゼファの単勝買ってましてね、はー、よし取ったと思った瞬間にね、疾風のように西のフラワーが飛んできましてね、はー、あれがちょっと馬券的には一番こう悔しい、悔しいというか思い出ですね。うん、なるほどなるほど、はい、その、1999年翌年2000年から秋の中山でも秋の開催に移って、ちょうど今年で20回目と。ああ、そうですか、はい、もうそんなに、なかなか歴史を重ねてきたわけですけれども、はい、さあ、林トラクマ、今年のスプリンターズステークスを予想する上でどのようなところがポイントになるでしょうか。はい、まず最初にですね、はい、今年の中山の馬場について、はいはい、解析、まあ、これをちょっと行いたいと思うんですけれども ね、はい、秋の中山といえば、まあ、野芝オンリーの1年を通じて野芝オンリーの開催、まあ、この開催だけなんですけれども、はい、まあ、それでも近年はですね、エアレーションとシャタリング、うん、まあ、すっかりね、はい、おなじみになりました言葉ですけれども、まあ、この馬場作業の効果でですね、はい、開幕週はこうイメージよりも若干時計がかかって、うん、まあ、意外とこう差し追い込みが届く、まあ、フラットな馬場というね、はいはい、まあ、これが開催が進むにつれて、うん、馬場が踏み固められて、うん、だんだんこう時計が速くなり、はい、のうち先行有利となるというね、うん、まあ、これが近年の大まかな傾向だったんですよね。そうですね、はい、うん、ところがですね、はい、今年は、開幕週にですね、はい、まあ、いきなり芝のマイルの、まあ、JRA レコードを飛び出すというね、はい、超高速馬場、はい、まあ、しかし硬いというんじゃなくてですね、うん、まあ、例年通りこうクッションは効いているのにもかかわらず時計が速いと、まあ、馬も傷まないというね、うん、まあ、理想的なコンディションで、まあ、レースが行われてきたというわけなんですよね。Cコース使用の6日目、まあ、先週の土曜日のメインですよね、はい、セプテンバーステークス、はい、これ結果がですね、逃げた馬と、まあ、番手の2頭で決まったんですけれどもね、はい、枠連の1号馬番に直しますとですね、1着から順番に、2番、9番、3番、5番、6番の順で入選したんですね。うちの馬が多いですよね。そうなんです、断然イン内枠、はい、前有利の競馬になりました。そしてこの勝ち時計ですね、うん、1分7秒6、はい、これはですね、両馬場で行われた3年前それから2年前のスプリンターズステークスの実は勝ち時計と全く一緒なんですね。あ、なるほど、はい、まあ、当初ですね、週末少しこう天気が崩れるんじゃないかという予報もあったんですけれどもね、まあ、今のところギリギリ日曜日ね持ってくれそうなんですけれども、まあ週末、まあ、両見込みということで、はい、まあ、予想したんですけれどもね、おそらく天王山ハロンは33秒切ると思います。32秒台、はい、まあ、そうなりますとね、まあ、当然これはレコード更新、まあ、先行決着前が止まらないというね、はい、まあ、そういった決着も十分あり得るというところをまず押さえておきたいところですよね。1分6秒7というのが現在のレコードでありますけれども、ね、はい、ロードカナダのこれが破られる可能性もあるという、林トラックマンの、まあ、スプリンターズステークスのポイント解説でございました。それでは、林トラックマンの予想印の方を発表してまいります。本命が7番のモズスーパーフレア、対抗が13番ミスターメロディ、黒三角が8番タワーオブロンドン、4番手が9つ番のディアンドル、以下ダノンスマッシュ、セイユン構成、レッツゴードンキ、アレスバローズまで8頭印をいただきました。はい、本命はモズスーパーフレア、こちらの根拠をお願いいたします。そうですね、まあ、はい、
実は北九州記念でも僕本命打ったんですけどね。はい、ははははは、うん、まあでも当日ね、体重見てびっくりしたんですけどね、ちょっと増えてましたね、まあ、26キロ増ということでしたね、まあ、見た目パドックで見た目はね、まあ、少し立派に映る程度だったんですが、まあ、明らかにこれは太め残り、はい、まあ、陣営もね太めに作ったというふうに思いますね、まあ、さらに、レースはですね、まあ、ラブカンプあたりも主張してきたんですけど、はいはい、無理に花を取りに行かないという形になったんですよ ね、はい、うん、まあ、やはりこのまま逃げてこそ持ち味が生きるタイプだというふうに思うんですけれども、うんうんうん、まあ、そういった中でね、はい、外差し決着の4着、うん、まあ、後位から足を伸ばしている4着ならね、まあ、これは合格点と言っていいと思うんですよね。ははは、なんといってもこのまま本命した根拠、はい、まあ、今年の3月ですね、はい、中山オーシャンステークス、はい、まあ、この時はね前半32秒3で逃げて、はい、まあ、後続を完封したんですけれども、うん、まあ、ちょっと内容はもう本当衝撃的でしたね。まあ、当該週のですね、うん、うちの週刊競馬ブックの観戦記、はいはいはい、吉岡さん書かれてたんですけれども、まあ、過去にあの中山の芝 1200m で、うん、32秒台で逃げて押し切った馬っていうのはね、うん、湘南カンプしかいないんですね。はあ、なるほど。まあ、その湘南カンプはね、2002年、はい、オーシャンステークス32秒0プラス35秒3の1分7秒3、はい、まあ、この次の高松宮記念を勝ったんですけれども、はいはい、まあ、今年のモズスーパーフレアはですね、うん、32秒3プラス34秒8の1分7秒1、はい、まあ、馬場さんはともかくですね、まあ、いうふうにこれはもう G1 クラスの記録と言っていいと思うんですね、うん、はい、まあ、しかも思い出してほしいのはですね、当時、まあ、冬毛がねまだ結構伸びてましてね、うん、とてもそのまだまだこう見た目はね、うん、老化途上に映ってたんですよね。それでも、はい、まあ、ちょっと高松宮記念に関してはね、残念な結果になったんですけどね、はい、まあ、ご覧の通り本当自分の競馬できてませんでしたし、まあ、その中2週の春の大変を踏まえて、まあ、今回は本番から逆算して、放牧を挟んで中5週で臨戦してきたと、はい、1週前ピシッと追って同じ厩舎の所属のね春のマイル王インディーチャンプ、追走先着でね、立東半路49秒7、そして姉妹重点の今週、うん、非常に素晴らしい動きをしてましたしね、うん、まあ、万全に仕上がったと思います、はい、おそらく体も絞れているはずです、うん、まあ、前回花を叩かれたラブカンプとですね、はいはい、まあ、あと今回あのマルターズアポジン、そうなんですよね、短距離界にこう参戦してきたんですけどね、うん、まあ、この2頭がね本馬より外側に入ったんですよね、入りましたね、はい、まあ、ですからこの馬が本来のパフォーマンス本来の形を作れればね、このライバル2機をねちょうどいい壁にできる並びになったと、ね、あ、なるほど、ズバリこの馬の逃げ切りに期待しましたというところですね、はい、そのモズスーパーフレアが追い切られたのが立東の半路なんですけど、こちらの、調教取材の担当のですね、競馬ブックニワトラックマンに、中間の動き気配について伺っております。先ほど林トラックマンもおっしゃった通り、1週前にインディーチャンプと合わせたのが、まあ、実質的な最初追い切り、追い切りですね、本追い切りで、時計はもうやればいくらでも出るタイプですが、49秒7っていうタイムはもうとにかく早かったと思います。で、今週は余力残しでも小積みがちなね、この馬にしては足さばきがスムーズで、まあ、走りも軽やかと、久々だった前走より質の高い調整ができています。まだ、追い切り直後ですけれどもね、体は多少太く映るので、まあ、輸送もありますんで、これで絞れてくれればと、まあ、仕上がりに関しても文句ないということで、動きに関しても、ね、文句ないということですんで、はい、まあ、その本来のパフォーマンスを発揮できればこの体感十分期待できるというところでございます、うん、さあ対抗いきましょう、はい、春の王者ミスターメロディーでございます。はい、はい、まあ、春の高松宮記念の覇者ということでね、セントールステークス、はい、まあ、これね、もうちょっと直線向いたところでもちょっと手応えが怪しくなってましたね、うん、はいはい、まあ、格下のイベリスにね進路を譲って、まあ、失速と、ね、まあ、いいところなしの8着だったんですけどもね、うん、まあ、58キロを背負って外枠、ね、はい、まあ、なりに、はい、まあ、大事に回ってきただけというふうにも映りましたしね、この馬の戦歴を振り返って本当典型的な叩き良化型ですし、です、ね、はい、まあ、いわゆる休み明け走らないタイプです、はい、まあ、去年の秋、5ヶ月ぶりで5着した後ね、はい、中5週の阪神カップが2着、はい、から春は中8週の阪急杯7着の後、まあ、中3週の高松宮記念でね、しっかり結果を出しているというところでね、まあ、前走の直線の映像を見るとね、うん、福永騎手も最後は強く追ってませんしね、
まあ、僕は心配いらないと思います。はい、あの右回りは確かに未勝利なんですけれども、うん、まあ、あの阪神カップですね、まあ、この時は3歳秋で、まあ、56キロなんで結構3歳馬には辛いんですけれども、はい、直線はねちゃんと手前変えてるんですよね。はははははは、開き前に変えて伸びてるんでね、まあ、僕は勝負仕上げの今回はねガラリ一変するんじゃないかなというふうに思います。ただちょっと枠順が ね少し底目に入ってしまいまして、まあ、この馬が本当、まあ、モズスーパーフレアルより内に入ればね、もう大本線で買おうと思ってたんですけど、なるほど、はい、まあ、ちょっと本線に関しては少し迷ってるところですね。なるほど、はい、枠順かかりと右までは問題ないということで、はい、僕は問題ないと思いますね、はい、さあそして3番手黒三角タワーオブロンドン前哨戦セントールステークスが圧勝でした。はい、はい、まあ、これはねあの当初はスプリンターズステークス1本という予定で ね、うん、まあ、これをまあ変更して急遽中石のセントールに行ったんですけれどもね、はい、まあ、札幌帰りで中石ですから、うん、相当な強行軍だったと思うんですけども、まあ、終わってみればね3馬身差、はい、まあ、レコードの圧勝でしたね、はい、見事逆転のサマースプリント王者に輝いたわけなんですけれども、はい、まあ、抜け出す足の速さも含めてね、もう鮮やかでしたよね。鮮やかでした、はい、もう本当に強かったです、うん、まあ、当然ねこういったローテーションですから、はいはい、調整過程っていうのはもうしっかり、うん、分析しなきゃいけないんですけれども、はい、まあ、初時計に関してはね同レースに出走した組では一番早い、まあ、7日後なんですね、まあ、軽いんですけれどもね、はい、直前はウッドで長めから単走と、はい、まあ、気配に関してはね申し分なく見えるんですよね、うん、とはいえ、うん、まあ、やはり5月の慶応杯からねこれ4戦競馬を続けてきたと、ね、まあ、この金属疲労、そしてねやはりポイントとして押さえておかないといけないのは、はいはい、ゲートがまあ上手じゃないですよね、うん、まあ、前回もちょっと出遅れてるのは確かなんで、うんうん、まあ、あの前回は頭数も少なくてばらけましたので、ね、今回フルゲートですし、まあ、そこがちょっと致命傷になるリスクっていうのもあると思うんですね。なるほど、はい、まあ、それでもですね、短距離起用に舵を切って3戦目でね、そうですね、まあ、いわゆるスプリンターとして前回で完全に仕上がったなという気配もま あったんでね、はい、まあ、安城込みで、うん、なるほど、ルメールジョッキー、はい、勝たれても全然不思議ないということでね、うん、あの評価としました。タンガの黒三角ということでございます、はい、さあそして4番手今年はま3歳馬がたくさん参戦しておりますが、うん、ディアンドール、はい、これはね、まあ、近10年でね、3歳馬は延べ11頭が挑戦して、まあ、連帯したのは道悪競馬だった昨年のラブカンプ、はい、これ1頭しかない、はあはあ、明らかにこれは、ね、劣勢と言っていい成績だと思います。なるほど、で、まあ、僕の分析ではね、うん、まあ、この傾向をいろいろ考えてて、まあ、やはり、ね、9月はね3歳馬アロワンス1キロ重くなってるんで、これが、ね、結構効いてるんじゃないかというふうに解釈してきたんですけれども、今年に関して言えばね、本当馬場が非常に軽いんというか走りやすいんで、まあ、例年以上にねこの筋量の軽い3歳馬っていうのはね、まあ、ちょっと評価しないといけないかもわかんないと、なるほど、いうところがあると思うんですね。まあ、その中で、まあ、やはり買うんであれば55キロの男馬ではなくて、うん、まあ、53キロの女馬、まあ、中でもやはり、中山芝 1200m 2000人称の本馬ですね、まあ、やっぱり評価したいのが前走の北九州記念、はい、超ハイペースの外伸び決着で、うん、まあ、唯一馬場の悪いインから足を伸ばして、そうなんですよね、あのモズスーパーフェアに一応先着してますので、ね、はい、まあ、これは買いだと思います、うん、ただ正直馬体を見る限りではね、うん、まだまだやっぱり成長途上なんですよね。なるほど、ですからどこまで、この強力な小馬勢に肉薄できるかというのは未知数だというふうに思いますね、うん、なるほど、それでもまあ評価はしなければならない、はい、まあ、3歳馬で抑えるのであればこのままだと思いますね。ちょっと注意ですね今年はね、はい、さあそしてちょっとこれは評価を少し林さん下げた形でしょうか、ダノンスマッシュ、はい、これはね、まあ枠順もいいとか当たりました。そうです、1枠2番ですね、はい、まあ、高松宮記念はね、うん、まあ、皆さんもこう言われてますけれども、はい、もう内伸び、陰伸び馬場だったんですよね。うん、そういう場でした。もう外、もうトラックバイアスが完全に出来上がってましたんで、まあ、その中でね、うん、外回らされてましたんでね、うん、まあ、これがもう範囲の全てと言っていいと思うんですね。まあ、それで4着と。まあ、キーンランドカップからの臨戦で、はい、まあ、函館スプリントステークス、まあ、いわゆる例の競争除外がありましたよね、うん、はい。ありました。はい、ですから、まあ、結果的にね、夏は一走で切り上げられたっていうのは、うん、これはもう加点材料だと思うんですけれども、うんうん、僕は今回気になったのはですね、あの1週前の調教はちょっと軽いんじゃないかと思うんですね。なるほど、はい、あの連勝中だった、まあ、春をちょっと振り返ってみますとね、春の京阪杯の時がですね、はい、1週前ですよ、うん、
シーウッド76秒4という高度計を出してます、はい、そして、はい、シルクロードステークスがいっぱいによってリットハンド49秒9、うん、まあ、4着に終わりましたけれどもね、高松宮記念がいっぱいによって1周前にハンド49秒7という時を出してるんですよね、うん、今回ね1周前がですね、余力残しでハンド52秒5なんですよね。あれですか、この馬としてはねちょっといかにも軽いように感じるんですよね、まあ、この32秒台の本当の速い流れっていう経験もね、はい、実はあんまりないと、まあ、しかし先ほど申し上げましたように枠順はもう最高ですしね、あの馬群突破の経験も実はこの馬あるんでね、まあ、当日の気配次第では、まあ、この馬厚めに買う場面もあるかなというふうに考えております。なるほど、はい、なるほど。ちょっと1周前の追い切りが、ちょっと僕の中ではねピンとこなかったですよね。なるほど、まあ、この追い切りと比べてもということなんですけれどもね、最後星雲構成お願いします。はい、これはですね、はい、まあ、一昨年昨年と、まあ、2回このスプリンターズステークスに実は挑戦しているということなんですけれども、結果がね11着12着と、はい、まあ、特に去年は得意とされる道悪になったんですけれどもね、そうでした、まあ、散々な結果に終わってまして、はい、まあ、昨年騎乗した池添騎手がですね、まあ、中山の坂は合わないかもというふうにコメントしているんですよね。まあ、ただですね、先週今週と、まあ、稽古はビシッとやれていまして、はい、毛や体の張り、そこはまあ感じの動きもね実にいいんですよね。なるほど。過去2年の教訓にしてですね、今年はまあぶっつけではなくて、まあ、一度使って臨む計画を立ててきたと。さらに前回に関してはですね、まあ、北海道に出張してたトラックマンの情報ではですね、直前の追い切りで他厩舎の馬がですね馬体を合わせてくるという場面があって、まあ、結果的にちょっとオーバーワークといいますかね、予定通りの調教ができなかったというふうにね、厩舎スタッフからも声が上がってたという話も伝わってますので、まあ、一応ね春の高松宮記念はハイペースの内枠の好位出しということで、はい、まあ、これをイメージできる絶好枠引きましたので、ね、そうですね、このいい枠引いたと思います。はい、まあ、最初はこの、まあ、目なしの印だったんですけど、うん、はいはい、ちょっとこう評価を上げ て, なるほど上げてね、はい、このままではしっかり馬単マルチは抑えたいなと思いますね。ちょっと馬券のことも出ましたけれども、はい、さあ林トラックの馬券の買い目教えていただけますでしょうか。はい、そうですね、まず、はい、モズスーパーフレアの単勝買いですね、はい、それから、馬単マルチ、はい、いつも推奨してますけれども、モズスーパーフレアから、一応印全馬ね、はい、印全馬、抑えまして、まあ、14点と、はい、14点ですね、はい、はい、それから最後にですね、まあ、3連単フォーメーション、はい、まあ、いつも僕は2枚買うんですけれども、はい、モズスーパーフレアを1着固定、はい、それから2着に、ミスターメロディー、タオブロントン、リアンドルを入れまして、はい、3着に、対抗以下の全部を塗った1枚と、はい、もう1枚は1着モズスーパーフレアを塗って、はい、2着に、対抗以下の印全部は、うん、3着欄にミスターメロディー、タオブロンドン、ディアンドル、これの18点のフォーメーションを2枚、はははは、はい、これを買いたいと。ダブルゲットもそうですね、うまくいけば重ね買い炸裂という場面もありますのでね、はい、はい、という林トラックマンの馬券の買い目でございました。で、まあ、僭越ながら私も、ちょっと予想簡単になんですけれども紹介いたします。本命は林トラックマンの4番手でしたね、ディアンドルにいたしました。まあ、2歳の未勝利戦から5連勝小倉阪神中山京都って、まあ距離は1000人で同じなんですけれども、異なるコースでこれを達成して負けなかったっていうのは非常に価値があります。で、先ほど、まあ、林トラックもおっしゃりましたけど、敗れましたけれども前走の北九州記念、まあ、直線その馬場の内目から伸びて一旦は先頭という場面、まあ、確かね当日の小倉の馬場よく外が伸びていましたから、その傾向を考えるとこの馬場の悪いところを通って、いますのでね、負けて強しと言える内容と。で、私もねやっぱり過去のスプリンターズで3歳馬受難なんですけれども、うんうん、今年は本当にそのレコードが出るような馬場、高速馬場ですとやっぱり1キロでも2キロでも軽い斤量というのは有利に、そうなんです、直線競馬の法則をね、あ、そういうことですね、すごく分かりやすいと思うんですけどもね、はいはい、直線競馬もあのアイビスサマーダッシュなんかもやっぱり斤量競馬と言われる、ね、うん、ね、側面がありますよね、はい、まあ、それを応用したという形でやっぱり時計が速ければ斤量はもちろん軽い方が有利、軽いとすればやはり3歳でも5倍より牝馬ということにまあなりますんでね、ある意味、まあ、あの
1200メートル崩れてませんのでね、どのコースでも、まあ、その高速決着の対応がまあ鍵にはなりますけれども、軸としては案外3着は外さない、軸として狙うにはこの馬いいんじゃないかなと思いまして本命といたしました。馬券もリアンドルを1列目に置いた、3連複ですね、3連複1列目に置いて2列目に、ダノンスマッシュ、タワーブロンド、モズスーパーフレア、3列目のところに対抗以下ですね、ダノンスマッシュ以下を置いた3連複のフォーメーション15点ですかね、こちらで、ちょっと後輩等も含めて狙ってみたいなと思っております。さあ、いよいよ G1 シーズンが到来と、来週は東京、京都開催が、さらに新潟開催もスタートいたします。三条、ね、はい、開催ですね。仕事は大変ですけど。仕事は大変なんで。頑張ってください。まあ、はい、お互い頑張りましょう。はい、毎日僕は京都大賞って見逃せないレースが続きます。さらにさらにその翌週は、今度は東京、京都での3日間競馬ということでですね、うん、まあ、だんだん涼しくもなってきておりますんでね、競馬観戦に向く季節、やってまいりましたので、ぜひね、競馬場でライブで観戦されてみてはいかがかなと思います。その際のお供に競馬ブック、はい、研究の統一もね、どうぞご活用いただければと思います。お送りしてきました競馬ブック TM トーク、次回もどうぞお楽しみに。本日はご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。コンビニ、スーパーで競馬ブックプリント。